choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolf und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ja, ich habe meinen Spaß mit diesem Charakter, ne? Ich finde das so geil, dass man mit ihr das Ding einsetzen kann. Ohne dass man Dingens hier verballert, ne? Bei jedem Charakter ist das leider nicht so, ne? Apropos. Machen wir mal. Nur so zur Sicherheit, falls jetzt irgendwo jeden Kampf kommt oder irgendwie so, ne? Da habe ich das Gefühl, das will ich vielleicht aktivieren. In der letzten Folge sind wir ja noch ein bisschen rumgestreift mit Aventurin. Sind hier in diese Mini-Stadt gegangen, haben so ein paar Sachen hier gemacht, ne, haben einige T-Poser getroffen, die geglitscht sind da unten. Haben einen Weg gefunden, hier diese Tür zu öffnen, und wir treffen uns jetzt mit Sonntag, also Robins Bruder hier. Die Dame, die gestorben ist, aus mysteriösen Gründen. Und gucken wir mal, wie das so abläuft, ne? Aventurin ist sehr so selbstbewusst, dass das hier irgendwie schon irgendwie laufen wird, ne? Aber mal schauen, was hier so noch passiert, ne? Gut. Dr. Ratio begleitet uns auch übrigens und ja, gucken wir mal, ne? Hallöchen, Papöchen, ich bin mal hier, ne? Kann ich mich erstmal, nein, ich kann mich ja nicht umschauen. Musst du die auch jetzt mal absolvieren, bevor du hier einkommst? おそらくあなたの側にいる博学な御友人にいろいろと助けてもらったのでしょ。ああ、そのことは僕よりも君の方がよく分かってるはずだ。彼は自分の役割を忠実に果たした。そうだろう。ええ、先日教授はアベンチュリンさんの高貴な人柄を保証してくれました。 Genau deswegen bist du der Hauptverdächtige. あなたの人となりがよくわかりました、アベンチュリンさん。あなたは勤勉で寛大で協力的だ。そして数々の障害を乗り越え私の前に現れた。これだけでもあなたの知恵と勇気を信じる理由になるでしょう。 ですが、一つ聞かせてくれませんか。あなたの才覚が誤った方向に使われ、会うべきではない人物に出会い、現れるべきではない場所に現れ、起こるべきではない惨劇を目撃したことについて。顔色があんまり良くないね。一応確認するけど、君をいら立たせているのは僕かな。 もし違うなら僕は君の味方だ。私の理解が間違っていなければ今の言葉ファミリーを激しく非難しているように聞こえたのですが、その理解で合ってるよ。だって君のそばでは静かに悪が増長してるんだから。腹の探り合いはやめて妹さんのことについて話そう。 彼女の才能は芸能界でも右に出るものがいないほどのものだ。でも君も知っているように、ピノコニーに戻ってから彼女の声はずっと不調だった。さらに恐ろしいのは、彼女はもう歌うことができないということだ。これは誰の仕業なのか。みんな犯人は外部の人間だと思ってるけど、僕は知ってる。 君の心の中には別の答えがあることをね。今君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人を捕らえて妹の仇を討つことができなくなっている。君は孤立無援だ。
だから激しい焦燥を感じてるんだろう。でも心配することはない。僕は君の味方だから。アベンチュリンさんがそう思ってくださるのはとても光栄なことですが、一つ確認させてください。あなたのように私欲がなく寛大な方なら見返りなど求めませんよね。ああ、今回のことで君が何かを失うことはない。僕はただ自分のものを取り戻したいだけさ。好みの自由、ファミリーが保管している携行品、あの謝礼金、そして奇跡の入った箱。その通り。奇跡、戦略投資部の貴重な資産、孫悟の指令の体験が収められた聖なる石で、生産のエキスパートたちが一つずつ持っていると聞いています。それほど貴重な品なら他のどんな報酬よりも価値があるのではないですか。でも君も知ってるだろ、真実を明らかにするためにはある程度の高いリスクがつきものだって。アベンチュリンさん、あなたは外にいるとき常に自分の身だしなみに気を使っていますか。ネクタイはまっすぐに、シャツはベストから出ないように、スラックスのラインは直線になるよう保ち、常に靴の先に合わせる。Guck mal, wie du wieder aussiehst, ne? Guck mal, die Schuhe, guck mal, die Haare. So, desu ka. Desu ga, watashi wa chigaimasu. Naze nara, sore wa tekisetsu dewa arimasen kara. Honrai nara, soto ni deru mae ni subete o totonoe, keshite zurenai you ni shinakereba naranai no desu. Watashi wa ikanaru risku mo okasanai. Kiseki wa.ファミリーが保管しなければなりません。少しも相談の余地はないのかい。二度も断らせないでください。わかった。じゃあ謝礼金だけ返してくれればいい。さすがにそれは返してくれるだろう。商人は交渉のカードがないと何もできなくなってしまうからね。思っていたより妥協するのが早かったですね。残念ながら商人よりもギャンブラーの方がチップを必要とするものです。謝礼金をお返しするのは構いませんが、その前にあなたの口からはっきり聞かせていただきたい。あなたがすっぱりと諦めたあの箱の中には一体何が入っているのですか。三つのカンバセを持つ魂、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたのへ。何をした。調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。Kannst jetzt nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen, nehme ich an. 私がその代わりにあなたに質問していきます。そしてあなたには私の信頼を得るために身の潔白を証明する時間が113秒与えられる。僕が答えることを拒否したら。それでは調和があなたを拒絶するかどうか試してみましょう。質問、あなたは奇跡を持っていますか。ああ、簡潔な回答ですね。あなたも多くを語ることの危険性を理解しているようだ。あなたはピノコニーに来た時、奇跡をファミリーに渡しましたか。ああ、あなたがファミリーに渡した奇跡はあなたのものですか。ああ、今あなたの奇跡はこの部屋の中にありますか。あなたの記憶はいかなる形でも改変または削除されていないと誓えますか。これにはガーデン・オブ・リコレクションの技術を含みますが、それに限りません。ああ、
あなたはスガンニアのエビ金属ですか。ああ、で、そんなことまで知ってるのかい。エビ金人は自分や他人の思考を読み取ったり改変、操作したりする能力を持っていますか。ないね。それが何か関係あるのかい。あなたは自分自身よりも家族を愛していますか。ああ。エビ金人は全員ある虐殺によって命を落としましたか。いいや。あなたは一族で唯一の生き残りですか。多分ね。あなたはこの世界を憎み、sagt er bisher die ganze Zeit die Wahrheit? 自分の手で滅ぼしたいと。Jemand irgendwas pass- wir passieren, wenn er am Lügen ist, ne?では最後の質問です。あなたは今砂金石が無傷でこの箱の中にあると誓えますか。もちろん。答えは出たようですね。箱を開けてみてください、アベンチュリンさん。これはあなたの名誉を守る最後のチャンスです。Lass mal sehen. どうぞ。探していたものですよ。Vor einigen Filmstunden im Pavillon des Morgentowers. Ja, wie hätte er das denn beeinflussen können, wenn er das heimlich gemacht hat? 約束通り来てくれましたね、博識な教授。これはこのドラマ劇の中でファミリーの味方になる。ドクター・レイシオ。よろしいでしょうか。Jeder ist ja sass. Kita Tokoro Niyoruto. Anata to Aventurin san no kanke wa keshite ryōkō to wa iigatai. Soshite watashi wa shitteiru. Anata ga nani yori mo chishiki no tsuikyū o yūsen suru shin no gakusha de aru toyūkoto. Sore ga wakatte iru nara, ichininmae no gakusha wa jibun no tachiba o wakimae.つまらない尊厳のために大事なものを失ったりしないことも知っているだろう。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。ファミリー以外にそのような知識を共有しようとする派閥がないことはあなたもよく知っているのではありませんか。言ってみろ。僕に何をしてほしいんだ。アベンチュリンさんの計画の全貌を教えていただきたい。君たちは彼の軌跡を取り上げたんだ。羽を抜かれたクジャクは飛べないぞ。しかし戦略投資部の10名のエリートたちには強い団結力があり、カンパニーの利益のために手を取り合っている。10 Steine, das sind doch. もう少し Topaz, ne? Ich glaube, Topaz ist auch eine von denen. Die heißen alle nach Steinen, ne? Ist Aventurin auch ein Stein? Nein. 彼が他人の軌跡を渡したんじゃないかと疑っているのか。10の石心の団結力を。Ja, glaube ich, mit irgendjemandem telefoniert, irgendwie, der auch irgendwie. 彼らにとってあれは命よりも大切な。Steinnamen hatte. ですが、wenn ich mich nicht irre, zum ersten Mal getroffen haben. Also, als ich die hat erstmal getroffen, hab ich ihr nicht.
Habe ich noch nicht aufgenommen.彼と同じ考えの奴がいるとは思わなかったな。全く。君は一度精神科医に見てもらった方がいい。箱を持ってきてくれ。奇跡が入っている箱は特別な作りをしていて、カンパニーの幹部や関係者でなければ開けることができない。僕はその中に含まれている。 お願いします。残念ながら君の推測は正しかったようだ。金色の石ですか。クリフォードの生体の光と同じ色ですね。 Cliff auf, ist er nicht einer der Aeons? これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。銃の石芯は自分の意志で奇跡を掘り、唯一無二の輝きを放たせる必要がある。それを君に教えたりはしないだろう。そして、この金色の石はトパーズのものだ。別名は黄玉、砂金石。どうする？彼を問いただすか？ あ、またトーパーズ・シュタイン。 Als Aventurins, ne? この Also hätte er gar nicht mit ihnen reden müssen. Dann hätte der Plan geklappt, oder? Weil er hatte den Stein ja schon, oder? Ach nee, der wollte die Tasche zurückholen, genau. Den anderen Steiner zuschmuggeln. Alles klar, ja, jetzt verstehe ich. あなたのキャリアに完全な失敗をつけ加えることができました。本性を現しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなたに残された時間はあと17システム時間です。この時間を大切にして 失敗の余韻をしっかりと味わってください。もう少しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたは神の光のもとで忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつき、洗礼を審判に変えてしまいました。私にはそれを解く理由がありません。 これが調和？束縛と強制の上に成り立ってるのか？それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目なもののためにあるものですが、私はあなたの不屈の心を見て新たな生の可能性を授けることにしたのです。この17システム時間、あなたは無境から出ることも 仲間と交流することもできません。あなたに与えられた道は2つだけ。それは約束の期限内に私の試練を達成できるかどうかにかかっています。成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すれば
エターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから、先ほどは今のところと言ったのです。どっちにしても、僕の末路は変わらないみたいだな。確かに私は、ファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。そして私は、内部から粛清を行い、17システム時間以内に真犯人を捕らえる。その時が来たら、あなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいは、あなたがより多くのものを提供することができれば、祖は本当の慈愛と誠意をあなたに与えてくれるでしょう。Na hier ist er, der Bösewicht. Bokno Svete Ubatta Weni. Shinjitsu Osiero Date. Sonna no Fukoheda. Kimitach no Kaneno Nioinga Jumansta Uenchija. Kanega Nakereba Nani. Pass auf, er hat seine eigene Schwester umgelegt, ne? Pass auf. Kojin no Segi no Kodo. Family no Taskeo Karibeki de Arimase. Dozo. Anata no Baku wa Sokoni Arimas.その安っぽい宝石で全てを手に入れられるでしょう。それこそギャンブラーが最も得意とすることではありませんか。さあ行ってください。アベンチュリンさん、あなたは自由だ。私はここで吉報をお待ちしています。Wer ist diese Krähe? Diese Krähe ist bestimmt auch irgendein Charakter, ne? Pass auf. Masaka. Aventurin-san, watashi wa hontou ni shiritai dake desu. Guzen kanojo no satsujin genba ni arawareta tori sugari no jinbutsu ga nani o hakken dekiru no ka o.ああ、そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。まだ何かあるのかい？あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？カカワーシャ、どこに行ってたの？怪我してるの？メヒンダゴンド。Und Aventurin. Nehme ich an. お姉ちゃん、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。バカなカティカ人なんかより僕の方が頭がいいから、あいつらとゲームをすると絶対に僕が勝つんだ。Schnelles Gacha。勝つ？一体何があったの？詳しく教えて。あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と僕、どっちが先に死ぬかってね。それで僕が勝ったんだ。あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって疑ってたけど、そんなことしてない。ちゃんと正々堂々勝負したんだ。うん、あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔から運がいいから。その幸運は地母神からの贈り物なんだよ。でもだからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。彼らは血に飢えていて残酷で強欲なんだから。お父さんとお母さんのことを忘れないで。これはただのネックレスだけど、カカワーシャ、あなたは私の最後の家族なの。うん、お姉ちゃんごめんなさい。僕
お姉ちゃんに喜んでもらえると思ったんだ。これはお母さんの形見のネックレスだから。もうこんなことしないよ。もちろんネックレスは大事だけど、私にとってはあなたの方がずっと大切なの。だって最愛の弟なんだから。あなたを責めるつもりはないけど、お母さんの言ってたことを忘れないでね。苦しみと貧困はチボシンの試練。でもチボシンは私たちにチャンスも与えてくれた。それがあなたの幸運だよ、カカワーション。あなたの幸運は私たち。全てのエビキン人にとって最も貴重な宝物なの。あなたはチボシンの祝福を受けた子供で、一族を幸福に導ける。だから、ちゃんと自分の身を守って、苦しみや貧困を憎まないで。わかった。言うことを聞いて、チボシンに誓うの。わかった。僕はチボシンに誓って、この財産を守り続ける。でもお姉ちゃん、もし三つの目を持つチボシンが本当に僕たちを見守ってくれてるなら。お父さんが龍砂に飲み込まれた時、どうして助けてくれなかったの？お父さんはチボシンに捧げる供物を用意するために。Das alles der Wille von dem Typen war.Dem Triclop. Geht zurück zu unseren Hauptcharakteren. Moschaki Arimasen. Iriske no File には Sonoyona Yakshano Joho wa Nayo des. Omise itadaita Shashin ni Ichi suru mono mo Arimasen. Sote no Haina ne. Moskoshi Kikasete Hoshin dakedo. Utsu Hitoga Yume no Naka ni Hairu toki wa. Ach ja, wir wollten herausfinden, was mit den Leuten passiert, die hier sterben, ne? Kiroku no Kiroku no Koto deshouka.装置はリアルタイムで心拍数、血中酸素濃度、体温などのバイタルサインをモニタリングして統計を取っておりまして、異常データはファミリーによってフィルタリングされています。また不適切な行為を発見した場合は直ちに対応措置が取られることになっています。Wie kann man auf diese Aufzeichnungen zugreifen? 申し訳ないのですが、ホテルにはその権限がありません。そうした情報はハウンド家が一括管理しておりまして、具体的な問題が発生した場合にのみこちらに転送されるようになっているのです。ここじゃ何もわからないみたい。少なくとも次に誰に会えばいいかはわかったわ。ついでにハウンド家に事件について聞けるしね。アレイさん、いろいろありがとう。そういえばロビンさんは大丈夫？私たち、彼女の公演をすごく楽しみにしているの。大丈夫？それはどういう意味でしょうか？ロビンさんがどうかされたんですか？調和セレモニーの準備は順調に進んでいますので、特に問題はないと思いますが、彼女なら、素晴らしい公演にしてくださいでしょう。ロビン verkleiden, dann die Zuschauer alle erschießen. So wie in ihrem Trailer. Kannst du die ganze Zeit russisches Roulette spielen? Wie in ihrem Trailer. その Hotel ってこも謎めいてるわよね。 Hotel のシステムでも
彼女に関する情報が見つからないなんて。密航者だとしてもピノコーニに来た後は偽の身分が必要になるでしょう。彼女は遺産争奪戦の参加者なのに、一体どうやって誰にも気づかれずに無境の中に入れたのかしら。ホテルの客室にあるドリームプールの他に夢の中に入る方法ってあるのかな。Stella und ihr. Ah, selber Wolf. Memo Keeper は常人には理解できない能力を持ってるから、ピノコニーの記憶域なら水を得た魚のように動けるでしょうね。実際、ブラックスワンの Selber Wolf kann uns hier reinschmuggeln, ne? Pass auf. そして、性格ハンターのハッカーは信じられない方法で無境ホテルの封鎖を解いてみせた。しかも現場を見た彼によれば、ホタルの事件の裏でも性格ハンターたちが動いていたみたい。ガーデンオブリコレクションに性格ハンター。サム。サム。いや、どっちサムね。じゃあカンパニーは？ピノコニーを見ようとしてるなら、何かしらの準備とかしてるんじゃない？君たち一体何者だ？Was ist jetzt los? Oh, IFK. Oh, Topaz? Das sind doch Topaz-Leute, glaube ich. そんな勘弁してください。僕の年末書類はあの雪に覆われた星でなくなってしまったんです。軍門の重大規律違反リストに自分の名前を載せたくはありません。ねえ、あれ見て、今の声ってベルブルグにいたカンパニーの連中じゃない。宿泊客の皆様、Ich weiß aber auch nicht, ob diese eine Story-Quest hier von Topaz auch zur Story gehört oder nicht. Aber anscheinend schon, ne? Sonst wird sie ja nicht wiedererkennen. Ne? Da kam mir nämlich irgendwie so vor wie so eine kleine Nebenquest irgendwie. Also, ne, nicht eine kleine, so eine größere Nebenquest. Hey! 今すぐ彼を部屋まで引きずって行って。後で会議を開くからね。自己報告書の書き方を確認しておくように。トパーズ、まさかピノコニーで会えるなんて。久しぶりだね、請求列車のみんな。君たちのことはアベンチュリンから聞いて。大丈夫、彼らの言う通りにして。できるだけファミリーとの衝突を避けて、どんな行動を取るにしても事前に私に報告すること。うんうん、はい。はあ、見ての通り、ピノコニーでカンパニーは歓迎されてなくて、ファミリーの友好的な態度も。Sie ist bestimmt wegen ihren Dings hier gekommen, ne? Wegen ihrem Stein. かつての辺境の。Den Aventurin irgendwie hatte. 今ではカンパニーの社員を縛り付けてるなんてね。War Aventurin eigentlich? Ich glaube, Aventurin wurde auch irgendwie erwähnt von ihr. Sie hat mal irgendwie so telefoniert mit einigen Leuten, als wir sie getroffen haben. Ich weiß nicht, ob Aventurin auch jemand da war. Aber die haben alle so einen Namen von so Steinen gehabt. Ich meine, Aventurin ist auch irgendwie ein Name von Stein irgendwie so. そういえば、君たちはファミリーが不利になる調査を手伝ってるんだよね。無境の外で何か助けが必要になったらいつでも言って。カンパニーは、ja, kann ich eigentlich Topaz auch jetzt ins Team nehmen, ne? Ich versuche ja mal Charaktere zu nehmen, die irgendwie relevant in der Story sind. Na, Topaz ja hier ist, ne? Ich habe Topaz auch in mein Team nehmen. もしかしてもう彼らと接触してる？それなら、ちょうど私の後をつけてきてる人たちがいるから、直接聞いてみるといいよ。よかった。
これで私から目をそらしてもらえる。ずっと監視されてて困ってたんだよね。Okay. So, was ist dieses Team? Zu welchen Teams switcht mich mal hier hin? Also einfach mein Grinding Team, genau. Wuff. Ne, hier jetzt mal mein Story Team, ne? Team aktivieren. Atron haben wir irgendwie jetzt fast gar nicht gesehen, ne? Sparkle irgendwie auch nicht. Ja, und dann nehmen wir mal Topaz mit rein, ne? Kein Dialog, okay. Das ist eine gute Zusammenstellung, ich weiß es nicht. Perspektive gewechselt. Sprich mit Topaz, mache ich doch gerne. Aventurin to Torichki stemite do datta? Daihen dattan janai? Ano hito wa aayu style nano. All or nothing ga kuchibuse de ne. All or nothing. Are you entertained? やり方は人それぞれだから余計なことは言わないでおくけど。でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手がけた案件はほとんど成功してるし、賭けにだってほぼ負けない。だからピノコニーを取り戻す件についても期待してるんだ。So gut ist er also. 2つの事件については残念だけどあんまり情報を持ってないの。詳しいことはみんなに調査を続けてもらうしかないね。 Okay. Verstehe ich nicht. Ich bin du. Ja, ne, wo ist Nambi? Wo ist dein Schweinchen? Weil der ist ja Conti in Deutsch. Ich weiß nicht, was der auf Englisch war. Nambi heißt. Ich bin der Chokan からの命令を実行してるんだ。お前何の用だ。私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で、今は他のことに構ってる暇なんてないんだ。カンパニーの幹部であるトパーズを監視して、彼女がピノコニーにいる間はホテルレバリーの外に出さないようにする。今度は相手を間違えてないぞ。なるほど。あの時ホタルを追いかけてた二人か。ああ。Erinnert ihr euch an mich? Nan de omae ga mata innen o tsuke ni kita no ka? Kondo wa ojiketsuita li shinai zo. Diesmal sind wir in der echten Welt. Yō ga aru nara hayaku ie. So ja nai nara jama suru na. Anta tachi shiriai dattan da. Anta tte nan de doko ni itte mo omae ni bokoboko ni shita aite ni au no? Können wir ein paar Unterlagen für den Fahrer? Schon zum Mittag gegessen, was gab es? なんでいつもそんなこと聞くかな。うちらはファミリーのために殺人事件を調査してるの。あんたたちの上司と事件について話せない。それは、こら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで何も話しちゃダメだって言われてるだろ。何が殺人事件だ。でたらめ言うな。そうだ、話すことなんかない。帰れ。協力する気はないみたいね。でも上司がドリームボーダーにいることは話してくれたわ。なら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない。多分こいつが言ってたギャラガーって人でしょ。ガラガーを、den Barkeeper glaube ich。Dann tauchen wir mal ab in den Traum. Also, ich dachte, er hat auch irgendwie eine Knarre in der Hand. この先では今、ハウンド家が調査を行ってる。関係者以外立ち入り禁止だ。Ich bin überall befugt。ちょっと待て。灰色の髪のお前、どこかで見たことがあるような。
あんた、ピノコニーでどんだけトラブル起こしてるの？ Das ist mein Ding, ne? Ganz genau, das war ich, Clocky. それ、自分で似てると思ってる？ Soll ich dir einen Trick mit dem Uhrzeiger, mit dem Uhrwerk zeigen? いやいやいや、本気で言ってる？ 間違いない。この前のやつだ。努力だの、友情だの、クロックトリックだの叫びながら、あの金髪の子と一緒に俺を殴っただろ。Ist das der Typ, der so ausgerastet ist? Ja, das ist der Typ, der voll ausgerastet ist, ne? Als ich manipuliert habe. Ich werde mal. WTG oder ich werde dich anflehen. その私たちはファミリーが発行した書類を預かってるの。あんたたちの調査に協力するから。Wenn wir jetzt hier rumeiern, ist irgendwie wälzt sich die ganze Zeit hier mit Archeron am Unterhalten, ne? So wie ich da verstanden habe. そのギャラガーってのは一体誰だ？もう何人もその名前を口にしているが。そういえば、その灰色の髪のやつも前に言ってたな。え？ギャラガーがあんたたちを派遣したんじゃないの？俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。それ以上のことは言えない。だからそれで合ってるじゃん。うちらはその人に会いたいの。ダメだ。ファミリーの名誉に関わることだから、誰も通さないようボスに言われてる。さあ、帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。迷惑をかけてごめんなさい。行きましょう。他の方法を考えた方がいいわ。いや、steht doch einfach da. Können wir nicht einfach zuwinken?ね、クロックトリックってのでこの人を心変わりさせたんだよね。もう一回やってくれない？そのクロックボーイの不思議なマジック。Aber sicher doch. Darauf habe ich nur gewartet. お願い。ファミリーの名誉に関わることだから。わかったら。Was für eine Stimmung will ich dich hier nie reinpacken? Ups. Wo steht da?Du hattest schon einmal mit diesem Mitglied der Blutfunde zu tun, dass er sich, sehr prinziptreu ist. Aber das ist so, wenn die Menschen gut gelaunt sind. Okay, alles klar. Wütend. Der Typ ist so wütend, ey. Wenn ich andere Leute damit manipuliere, die drehen nicht so durch, ey. In der goldenen Stunde regnet es nicht. この人なんか怒ってるみたい。やっぱり。なさいま、そうかんす。あれあれ。そう、でもね、しょ、wieder。Er hat echt irgendwie so einen Einfluss darauf, was ich gemacht habe beim ersten Mal。やめなってば。これじゃあ、クリフォトが来ても、彼を損保できないよ。抵抗しても無駄死にするだけだって。なんでわからないんだ。な。スイートドリーム劇団、こいつらを懲らしめてやれ。あ、すみません。ich meine das Action wieder。ああ。Es gibt doch nichts, was hier nicht mit Gewalt gelöst werden kann, oder? 評価を始めるね。ボンク。最終目標出現。優しくするね。どうしないで。だ。もう、euch alle brechen。低リスク、高リターン。まずは、もう、euch fertig。涙。よし。ズプシ。ズパシ。でし。クリティが触れる。Zahnluft macht so viel Schaden, ne? Nicht noch ein.Nichtigkeitscharaktere hätte, dann würde sie noch mehr Schaden machen.
この絶望の輪廻に落ちてしまったようだな。この人、何言ってんの？だが今度こそ、この悲劇の鎖を断ち切ってみせる。ディア。お前たちはどうあっても先には進めない。俺の屍を越えていかない限りはな。なんか、めちゃくちゃ重く考えてる。まだ解くつもりはないみたいだな。Das gewissenhafte Mitglied der Bluttunnel ist ungewöhnlich schwermütig geworden. Du sollst besser einen Weg finden, ihn zu beruhigen. Na gut. Kann ich gar nicht machen. Aktuelle Stimmung, Harmonisierungsstand, da konnte ich gar nicht machen. Da. これは人の命に関わることなの。それにファミリーの名誉のためにも私たちの事件の詳細を知る必要がある。Wegen mir durchlebte ihr fünf Midlife Crises. どうしても俺に土下座させないのかってことだ。Wenn es dir nichts ausmacht. まさか本当に弱みにつけ込んでくるとはな。それなら、お前たちの望み通り、俺の高貴な頭を下げて、お前たちに頼むしかない。いやいや、そんなことしなくていいって。ガラガラ、sieht halt nur einfach so von meinem so was zum Henker ist sein los。まだ解くつもりはないみたいだな。Meine Güte, ey. Ich soll ihn irgendwie trösten. So, ja, okay, dann machen wir dich eben fröhlich.Warum lach wieder? Das gewissenhafte Mitglied der Bluttunnel lacht herzhaft und verschwindet. Alles klar. Ach, warte.Ist lustig, oder? Was zum Henker ist da eben los gewesen? Ich habe alles gesehen. Konnichiwa, Gyaragar-san. Sono kuchibiri kara shite.私たちがここに来ることは分かってたみたいね。姫子さん、そう気を使わないでくれ。俺にさんなんかつけなくていい。私の名前まで知ってるの？ああ、知らないわけないだろう。あんたらは有名な請求列車の乗客で時計屋の客人なんだから。俺は黄金の時で一度そいつに会ってる。確か。あの時は銀髪の女の子も一緒にいたな。あの子のことは本当に残念だった。Wir wurden von der Familie beauftragt, den Fall zu untersuchen. 私たちがあんたに会いに来た理由よ。列車としてもあの子の死を見過ごすことはできない。だからファミリーに協力して真相を明らかにすることにしたの。彼女のためにも。正義を果たしたくて。まさか七死人がファミリーとつるんでるとは。これが運命のいたずらってやつか。ファミリーがどうかしたの？いや、なんでもない。気にしないでくれ。ピノコニーでファミリーを嫌いやつの嫌いやつ。いや、トニアにしどんなに美しい夢に抵抗しようが、その時が来れば名残惜しくなる。暖かい場所から出たいと思うやつがいると思うか？そんなのはバカか子供か、正気を失ってるやつだけだ。何かをほのめかすような言い方ね。まさか、そんなつもりはないさ。事件について話したいんだろう。OK。それならついてきてくれ。ここは話をするには向かないから、場所を移そう。Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite.
Welt. Da habe ich Nami gehört. Conti, das Schwein. この夢は今も秩序を保って動いているのか。調和のファミリーを除いてここまで巨大な建築物を維持できる勢力は他にいないだろうな。ファミリー自体も巨大で完璧な建築物と言えるだろう。まるで生きた心臓のようだ。ファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。 唯一のコア、共通の理想を囲むように集まり、祖の指揮に従い、それぞれの役割を忠実に果たす。自分を捧げると同時に、その恵みを受けているんだ。面白い例え方だ。それこそがピノコニーの美しい夢が長く存続している根本的な理由なのかもしれないな。だが、 人間の体には終わりがある。それは神の体も変わらない。巡回レンジャーの言葉とは思えないな。事実を指摘しているだけだ。ベルトさんなら私よりもその意味を理解していると思うが。どうしてそんなことを言うんだ。美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、 あるいは特定の客人のせいではない。その崩壊は人間のある種の性質によって必然的に起きているんだ。そして、そのことを認めようとしないファミリーの姿勢が無意識のうちにそれを加速させてしまっている。何の代償も苦痛もない。 安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると、人は徐々に壊死に近づいていく。自分では極楽の中で生きていると思っていても、死は決して変えられない結末だ。しかもその壊死は伝播していく。一つのピースの異変が やがて建築物全体を揺るがすまでになり、破壊及び崩壊させる。最後は人々が自由のために作った美しい夢がかえって自分たちを閉じ込める檻になる。今回の旅はかなりの収穫があったんだろう。俺に話してくれないか。もちろん。まあ私が覚えていることが前提条件になる。 Als er sagt, holt ihr Rand sanft auf dem Griff ihres Schwertes. Dann lässt sie ihn blitzschnell wieder los. ただの癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで、私は少し忘れっぽくなってしまってな。この刀を鞘から抜いている時だけ、そのおぼろげな光景が鮮明になるんだ。 なるほど。君の好きにするといい。これで十分だ。なるほど。だって、わけさ、ich verstehe、oder so ね。あぶ。Augenblick des Tages、am Buch。そこには無境の基盤を加工するための 超過工場があると聞く。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては現実に。はい、それに関する場合、やっぱピナコにね。ゴールドシュンドルシアラみたいな感じの。ブレックスピアンとね。彼らはそれで十分だと言っている。不思議な夢こそが 最高の報酬なのだと。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したばかりで、本来なら美しい夢を存分に楽しむ年頃だ。そして彼女の最大の願いは、いつか黄金の時に移り住み、
自分の手で折ったきらびやかな服を見ることだった。だがある理由によって彼女の願いを叶えることは難しくなってしまった。それでも私は何とかして彼女に服を届けたんだ。Erzähl mir von der vergoldeten Stunde. そこはピノコニーの貨幣の中心だと聞いている。ああ、金箔の時は要塞のような金融街で無境の経済の心臓だ。ルーサン家のピピシ人たちがその運営を担う。貨幣という血液を巨人ピノコニーの各所に送り届けている。あそこでは誰もが立派な装いをしていて足早に歩いていた。地元のピピシ人たちは自分たちの子孫が金箔の時で働くことを何よりも願っている。 Ich glaube, wir wollen jetzt nicht so unbedingt eine Zusammenfassung, weil die alles in Pinakoni ist, ne? 出会わなかったな。だから私は交差点に立ち、ただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしかできなかった。彼らは稼いだルーサン兵を銀行の金庫に入れるためだけにそうしていたんだ。その金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。そういえば金箔の時を去る前、身なりの整ったピピシが空から落ちてくるところを見たんだが、それでも、ヤムシャポーゼ。彼のそばを通り過ぎていくだけだった。Okay, das heißt. これが私のこの旅の浅い見聞だ。Warte, ich hab noch mehr gehört. 以前、ある人に言われたことがある。ピノコニーは昔はこうではなかった。ピノコニーがこんな風であってはならないと。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇夜を見た。人々のために時が止まり、精神の豊かさと貧しさもそれぞれの尺度で永遠にとどまっている様だから、美しい夢の崩壊は必然だと思う。もしかしたらそのすべてを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だが、もしこれが人々の望む世界、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、私たちはそれを変えるべきなのだろうか。ヨミさん、今度は俺が話をしよう。俺の故郷に一人の男がいてな。世界が癒えない傷に苦しんでいたとき、彼はある決断を下した。世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで、一人の巨人、精神のアダムを作り出したんだ。その後、その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だが、その代償として、前に進むことが難しい人、Toby braucht dich. 前に進めない人は永遠に未来を失うことになってしまった。彼らは災いも苦痛もない夢の中で、その時は Honkai Impact Fert。男が想像した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在となった。だが、今あなたはここに立っている。つまり、その男は失敗したということだ。人は常に未来に向かって進み続けなければならない。人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかもしれないが、本当に前に進めなくなったとき、人間は必ず自分自身を救おうとする。そして、その男も決して失敗したわけじゃない。彼はその世界のすべての人々と同じように人間の可能性を心に刻んだんだ。
彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び落ちることで最終的な勝利を迎える。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。太陽に近づきすぎた彼はそこで溶けて海に落ちるが、その後は無数の人々が彼の体を越え、より高い空へと飛び立っていく。七死人の開拓の精神にふさわしいな。ありがとう、ベルトさん。おかげで、あなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には、似て非なる世界が無数に存在している。そして、その世界には、似て非なる人々も無数に存在する。私も旅をしているとき、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、彼らの運命が既視感のある軌跡をたどっていくところを見たことがある。 Okay, impact. だからこそあなたに伝えよう。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私の過去と重なるものがある。そしてその底の見えない夢の中で、私はその男の命を終わらせた。私一人の手で。私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界のように幸運ではなかった。それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、純種の表彰の下で君を導いてきたのはどんな力なんだ。ベルトさん、その質問に答える前にさっきの話を続けてもいいか。あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も何世代にもわたり翼を広げ空高く舞い上がり太陽に触れようとした。なぜならそこに太陽があるからだ。ではそうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、光の果てにあるのが太陽ではなく光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとしたら、なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろうか。Währenddessen. Das ist schon wieder so ein absolute Flutwelle von Cutscenes. Und der Part wird ein bisschen länger. Pinocchio, du hast ihn der Yomi? Kono Koewa Saki no Constance Janaiwa, ne? Kanojo no Nakama Kashira?あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護系を見つけて、店主に質のいいやつを用意してもらった方がいいぜ。Der eine Typ, Butel, der hat glaube ich Pistolen, ne? 偽物?なるほど。彼女は黄泉を追っている他の誰かに私の居場所を教えたのね。あなたは誰？ああ、相手を間違えたか。ホーリーベイビー。あんたは誰？ホーリーベイビー。
私はガーデンオブリコレクションのメモキーパーよ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた、あの偽物のボディーガードか、それとも他の何かか。まあどっちでもいいけどよ。あんたにも銃弾を一発残しといてやるから、首を洗って待っててくれよな。何を言っているのかよくわからないけど、あなたはヨミという巡回レンジャーを知ってるのね。あなたに聞きたいことがあるの。遺言状を書いてほしいのか。いいぜ、書き出しはどうする。遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体どうやって巡回レンジャーになったのか知りたいだけよ。彼女は巡守の運命を歩んでなんかいない。あなたこそ巡守の運命の後人、そうでしょ。ねえ教えて、ヨミは一体何者なの。オーケー、まさか味方だったとはな。ホーリースイート、どうやら俺はマジで運がいいらしい。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。それで乾杯しようぜ。あの女の過去、んなもん誰も知らねえよ。だがあんたが単純な答えだけ求めてるってんならいいだろう。クッションになる椅子を用意しといてくれ。あのヨミって女はな、存在するはずのない指令だ。Aber sie ist ein Niemand. So. Aventurin? Ja, wir werden mit ihm fertig. Kaoino Gawarina. Soletomo, Solemo Kimino Engika. Yoku Mata Bokuno Mini Kao Dasetane. Korekosoma Kimino Nozomu Kekata Tomote Tandana. Nanishiro. Boka Kimiga Itayoni.忠実に自分の役割を果たしたのだから、もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい。それは光栄な話だな。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな、君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。わかった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか。アベンチュリンは万全の準備を整えた。17システム時間後に成果を受け取りに来いってね。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。キノコリの秘密はその人物の手の中にある。そして僕もこの機会に全ての軌跡を本来あるべき場所に戻した。謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだことはない。勝利まであと一歩なんだ。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。それも負けを認めるのを拒否するような極めて強情な言い方で。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい。君は僕を一度裏切ってるんだよ教授。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も欲しかったものは。Ich kann mir irgendwie gar nicht irgendwie was zu sagen, aber ich sag für die meiste Zeit, wenn nur Dialoge gerade am passieren sind. その謝礼金の入ったバッグの中に低軌道支援を呼べるビーコンでも隠してるのか。さあ、それはどうだろう。
まあでも僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由はそれかもしれない。君は完全に狂っている。投資もギャンブラー。狂ってるか。もしかしたら僕はとっくに狂ってたのかもしれないね。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。そうすればきっと僕に感謝するだろう。これはなんだ、処方箋か。Da ist er weg. 君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんてやってくれるな。Kannst du es wagen, Mr. Chicken Wing? でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。この後はカンパニーの富の雨を全ての人々の頭上に降らせよう。Okay. Ist klar. Wow, weiß ja. An Ikarus. Wow, ich bin voll auf dem Trip gerade. Missionen. Also. Katzen im Taubenschwarm. So. Der Geschichten erneut im fremden Land. Ja, ich habe ja nicht alle. Sibylle, was willst du? Okay, boah, das sieht dann auch aus, als würde dann eine ganze Menge kommen, ne? Na gut, ich guck mal, ob ich hier auch zurückgehen kann, ja, ne? So, kommen wir jetzt zurück. Und ja, dann will ich hier mal Feierabend machen, ne? Und ja, weil dann sind wir halt immer noch hier sehr tief in der Story drin, ne? Ich weiß nicht, wie weit wir schon sind, ne? Ob wir irgendwie überhaupt schon weit genug sind oder so. Und ja, typisch MiHoYo, ne? Also den Dialogen müssen die halt ein bisschen kürzer treten, finde ich, ne? Weil das ist einfach so viel. Das ist eine absolute Zumutung, wie viel Text sie hier mit einem bombardieren, ne? So, hier waren wir ungefähr. Ich meine, hier waren wir, dann waren wir hier. Paradies auf Erden. Also ja. Aber ja, ne, gut. Bin ich ja schon aus Genshin gewohnt, ne? Darauf muss man sich halt immer erstmal einstellen, ne? Wenn man hier weiter, weiß nicht, MiHoYo Spiel spielt, ne? Gut. Okay, vielleicht beim nächsten Mal wird noch ein bisschen mehr passieren, ne? Und ja, gucken wir mal. So, ich mache aber jetzt den Schnitt, der passt schon lang genug. Und ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.